連休明けは各地で冷たい雨となりそうです。森田さん、広い範囲で雨が降りそうですね。そうですね、はい、西日本の太平洋側が中心になりそうなんですね、はいはい。先日までは広い範囲というふうにお伝えしたんですけども、低気圧のコースがちょっと変わってきました。なるほど、はい。こちらご覧いただきたいと思います、はい。今ご覧いただいているのは1週間の天気を、天気図で表しているわけなんですが、はい、連休明け22日に通過する低気圧、こちらの低気圧ということになるんですけども、はい、中国大陸から進んできて、22日には西日本の南海上を通って、そして23日にはこんな形で、関東からは離れるような形で進んでいくことになりそうですね、はい。ですからコースを見るとこんな感じになってきますので、西日本では雨雲がかかるんですけども、東日本は雨雲かかるとしても、沿岸部だけという形になりそうです、はい。で、この時のポイントになるんですけども、低気圧や前線が日本の南の方を進む時には、北東からの冷たい風が入りやすいので、この辺りで気温が下がるかもしれない、下がりそうということになります、はい。天気の方を見ていきますと、22日のところなんですけども、先日まではかなり広い範囲に雨がついていたんですけども、はい、金沢とか仙台、南の海上の前線低気圧から離れたところの 雨のアイコンが取れてきたんですね、はい。で、西の方はどうもしっかり降りそうなんですけども、東京あたりになってきますとにわか雨程度で済むかもしれないというような状況になってきています、はい。とは言いながらも気温がどうなるかがポイントなんですけども、はい。冷たい風が吹きますので、東京とかですね、仙台、それから大阪、こういったところは10度をやっと超えるか10度にいかないかというような形になってきそうです、はい。ということで、雨が降るところのエリアに関しては10度を少し超える程度ということになりますので、冷たい雨と言っていいかもしれませんですね、はい。また1週間の気温を見てても気温のアップダウンも大きくなりそうですので、体調管理お気をつけいただきたいですね、はい。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。